今日はリアルお話し会2日目ということで、今日も678という、ちょっと遅い時間なんでね、帰ってきたらすごい遅いので、昨日も23時過ぎとかに帰ってきて遅かったので、今日もね遅いということで、今日も先にねショールームをして帰ってきたらって感じにしようと思います。そうなんですよ、今日会場に一覧あるくてめっちゃ楽しみなんだけど、そう一覧の出前が来てて、私も早く一覧食べたい。なんかもう朝からいるメンバーはあれか、食べれてんのか、いいな、早く食べたいわけや。マジラーメンが大好きなので早く食べたいな。今日はちょっとなんだろう、大人っぽい感じかな、ゆりなは。こんな感じのファッションです。昨日は本当にマジね、ウケピーだよね。はあちゃんは朝ランしようと思ったらまだですよ、さすがに第1部からはやってないよな。わかる。そう昨日さ、あのリアルお話し会にね結構来てくれたファンの人で、何人か 2,3 人ぐらいがね、今日ブリーチだねって言われて楽しみって言ったんだけど、マジリアタイ視聴できなかった。楽しみとか言ってたんだけどさ、あの時間に思いっきりお風呂入ってて、もうリアタイができなかった、ごめん。だから今日もしかしたら昨日のブリーチさーっていう話をしてくれようと思ったかもしれないんだけど、ほんと見れてないからマジごめんね。先に言っとくわ、先に言っとく。なんかもしなんか昨日のブリーチさー見たみたいなこと言ってくれる感じのもしファンの人がいる予定だったら、じゃマジリアタイ視聴できてないからちょっとすんませんみたいな風呂に入ってました。うん、ほんと申し訳ない。でも変ね、ちょっと帰ってきたのが遅くてさ、なんかマジ明日の服どうしようとかって言っとったらさ、マジでバタバタしちゃっててさ、やっちゃったよねっていうマジ笑ったあとねすごいとても嬉しかったのは、私が最近こう野球がすごく好きで、いっぱい野球のこと覚えてるんだけど、野球が好きなんだねみたいな、なんか最近野球のことよく話してるねって言って、実はファンの人でもね、なんか実は僕も野球好きなんだよって言って、僕はどこどこを応援してるんだって言ってね、なんか会話のネタの一つになったのがすごい嬉しかったです。なんか結構今までも好きなアニメの話とかよくしてたら、あんまりいい意見は聞かなくて、なんかまたアニメの話かよみたいなよく言われてたんですけど、なんか結構話題のネタ、昨日のお話し会の話題のネタの一つとして、なんかそう、いつもたまに来てくれる人とかが、なんか野球最近ハマってるらしいじゃんみたいな、僕はどこどこが好きなんだよみたいな言ってくれて、なんかネタのね、話題のねネタの一つになったのはちょっと昨日めちゃくちゃ嬉しくて、ちょっと嬉しかったです。でも野球の話もいつまでもしてたらまたいろいろ言われちゃうからとか言いながら、マジでこの熱が来年まで冷めないことを願って、マジもう終わっちゃうからさ、もうちょっとで来年。いやなんかさあれだね、
当にファンの人もさ、こうよくさ、会えないとモチベ下がるんだよねって結構よく言われるんですよ。会えないとはなんかモチベがなくなっちゃって他の子に行っちゃったりとかよくするって言うんですけど、確かに見れないと難しいよね。まあ選手にとっては大切な調整期間だからあれなんだけどね、なんかこの話がね なくなっちゃうから、まあその期間に入れば野球の話もしなくなるんで、今のね試合してる時だけね話してねがいいなって思ってます。そう、またみんな自主トレとかなると話のネタなくなってくるんで、それまで我慢してください。大谷さん連日すごいね。うん、あ、でもなんか両ふくらはぎが痙攣して途中交代になってみたいな、昨日ねまとまったニュースで見たよ。なんかやばかったんだけどみたいな、ちょっとびっくり、大丈夫かな、負傷者リスト入りかもみたいな感じで。え、ヌートバーさんも頑張ってる。え、ねえ、そう、なんかあんまりニュースとか見ないんだけど、名前に回ってくるやつとか見たらマジ本当に相変わらずすごいプレーされたりとかされたりとかしとって、なんかあすごいなと思った。マジでやっぱでもね、メジャーはね本当にね全然わからんわ。とりあえずなんかあんまし、あのニュースしないじゃん、だからとってもうむむってなっちゃう。でもね一応ね、見てるんだよ。でも昨日エンゼルス負けてるじゃん、4-1 で。そうなんだ。そう、いやーメジャーにも行ってほしいけどな、ちょっとな、情報源が本当なくなっちゃうからちょっときち、私日本から出る気ないからさ。え、頭でトボラ当たらせて、マジ？だそう。大丸東京でおかき買ってきたよ、だって。お、嬉しい、ありがとう。エンゼルス勝率悪いよね。オリオールズが試合争いしてるって大変だよね。あ、そのチームが分かんないわ。逆にメジャーは本当に分からない。なんかメジャーまで行ってるあれがないの。思考回路がないの私には。日本で精一杯。でも昨日はヤクルト勝ったんですよ。なんか私のファンの人でヤクルトのファンの人がいた。ヤクルト勝ったね。あれね、村上選手が18号ホームラン打ったんだっけな、確か。やったー、おめでとう。おめでとう。なんだっけ、5連敗が止まったみたいな。いいえ、おめでとう。そう、ベイスターズ負けたね。でも3号だったから惜しかったね。え、これさ試合さ、あ、ちょっと、タイガースとさカープってさ、ええやばくない？延長12回まで行って 2-2 で引き分けなの。昨日やば、うちが見た時10回裏とかで 2-2 で、やばいなとか思ったんだけど、結局12回まで行ったんだ。ゲロゲロやば。これ見に行ってた人やばくない？てか選手も集中力持たんだろ、もうここまで来ると。
昨日はヒーローインタビューは巨人も勝ってるじゃん、6-3で。おめでとう。なんか見たわ、めっちゃすごいいいプレー。めっちゃね、昨日ね、守備かなんかのやつでめっちゃいいプレーでまとまってるやつ見たんだよね。すげえと思った。あ、復帰したんだっけな、坂本は。その名前なんだっけ、怪我してたじゃん。でインスタグラム開設しましたみたいな。おお、見てましたね。ね、そう、あ、ハヤト選手だ。え、そう、なんかそれだ、坂本選手と吉川選手の守備がやばくてでまとまってるのを見たんです。でも吉川選手の守備がやばいやつはよくまとまってるのをよく見ます。めっちゃかっこいい。なんか私はあんまりわからないから、よく守備でよく見るのは本当に今宮選手と源田選手と吉川選手のなんか守備まとまってるやつはよく見るんですよ。そう、なんかすごくてめっちゃかっこいい。なんか坂本選手もめちゃくちゃ守備がすごくてびっくりした。なんかもはやなんかあそこの2人のコンビネーションというか、もはやなんかあのなんかあそこで取ってそれで投げるんだみたいな、なんか体勢が すごくてびっくりしました。わーって思いましたね。昨日ね、それこそ帰りながらパテレ見てたんですよ。そうパテレとか、あの公式、球団の公式のやつとか見てたんですけど、いやマジですごいわ、かっこいい。パリーグはね、オリックス勝ったし。でも私のファンの人に、そう、ファイターズファンの人もいたから、ちょっと負けちゃったねって言っとく。昨日僕はファイターズ推しですって言ってたから、ちょ、見てるか知らんけど、負けちゃったね。でもオリックス勝った。イエーイ。4-3なんだ。うん、大きかったんだね。うん、どうだよ。うん。あ、サチア選手だったんだ、先発。うん。楽天と西武も、西武が勝ってあるわ。あ、西武推しの人もいたな、私のファンの人で。おめでとう。見てるか知らんけど、おめでとう。昨日、西武推しです、僕って言ってた人。おめでとう。んで、ロッテとソフトバンクは、ロッテが勝ってる。ロッテファンの人おめでとう。でもソフトバンク負けちゃった。1-4で負けてる。ガーン。いや、どっちも応援してるから、どっちもどっちなんだけど、私にとっては。いやー。うん。鷹の祭典ってなんか本当にさ、なんか ついてんのかね、鷹の祭典って。なんかすごい鷹の祭典の祭典が
アカン方の採点でトレンド入りしてて、ガーンみたいな。ね、あかんのかなって言ってましたね。いや別に DD だと始球式呼ばれない気がする。だって別にその DD とか別になんかどこがどうこうっていうわけじゃないからね。私はシンプルに野球を見るのが好きで見てますっていう感じだからね。大変恐縮ですが、そう、オリ今勝ってる。だって推しメンがホームラン打って気分いい。だって誰を推してるの？オリ姫なんだね。誰を応援してるんですか？鷹の祭典って言われましたね。そうなの、あれひどいよね。いやまあ負けてるから何とも言えないんだけど、うちの草野球の始球式やってくださいって呼んでください。じゃあ9メートルしか飛ばないですけど、ラオウ、あ、ラオウ選手いいじゃん。私ラオウ選手の何卒大好きなんだけどとっても天然だよね。私すごいイメージと違ってびっくりした。なんかもっと怖いのかなと思ってた。でかいから体も顔もちょっとねあれだなと思ったら びっくりするぐらい天然で、あ、なんかすごい優しいしな、可愛らしいなと思ってびっくりした。ギャップですね、ギャップ。何卒買ったんだ出てたもんね、靴ね呼んだら来るのか、仕事の依頼くれたらそら大きしますよハーカスかまわた、あさってで白くじしちゃう。え、そうなの、やば、やばすぎる。ゆりなちゃんのイメージはど天然だって。え、ゆりなちゃん天然じゃないよ。四国のアイランドリーの色々言うてる人じゃない。いやーそのただじゃないからね、やっぱり難しいよね。そうなんだよね。なぎちゃんの始球式が懐かしい。だってエイトはよく始球式、なぎはあれか、やっぱ北海道だからファイターズ始球式。なんか結構ねエイトメンバーやっぱり地方で活動してたからめっちゃ始球式やってたっぽくて、とりあえず谷もカープの始球式だったっけ。私ねなんかあのやったんだよね、パフォーマンス球場で。なんかもうほとんど覚えてないんだけど、マジで。そうなんかね始球式やってて、でナギもなんかやったらしくて、であとセリカもオリックスのなんかまだ入ったマムシュの時にそうの始球式みたいのもやったって言ったし、なんか七瀬もなんかバッチコイのでなんかロッテかななんかやったみたいなファンの人が言ってた。私はね正直関わったのがその谷のカップのやつだけしか出てないから知らないんだけど、そうなんか結構やっぱりなんかエイトって地方でっていうスタートだったから結構そういうのにもね呼ばれてたりとかしてたんですよね。そうそうなんですよね。ナーシャーゾゾマリンでやったね。あ、そうなんだ。ほら、やったって。ノーバウンドで苗木届いたんだ。すごいね。すごい。そうなんだ。ノーバウンドで届いたのはやばいな。でも苗木ってめちゃくちゃね、ああ見えて、びっくりするぐらい運動神経いいからな。足もめちゃくちゃ速いから。そう、ね。めっちゃ運動神経いいんだよね、あの可愛らしい顔しとって。いいな、私めっちゃ運動神経良さそうって言われるんだけど、めちゃくちゃ運動神経ないからほんと見かけ倒しっていつも言われる。運動神経めっちゃ良さそうなのにできないよねってよく言われるんですよね。見た目だけはね、見た目だけは得意なんですよとか言って。15分だったかな、私ちょっとそろぼちぼちぼち準備しないと、もう家出ないといけないわ。だったかな。
あ、立ったよ、だって。おし、オッケー、終わりにして、じゅ、もう家で準備、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 家では準備しなきゃ。あ、もう巨人対中日もやってんじゃん、1階の、ん、表か。さあ、勝つんでしょうか、どっちが勝つんでしょうか、中日と、あ、中日ファンの人そういえばいたもんね。頑張って。え、本当だ、オリックス勝ってんじゃん、 4-0。 え、1回の表で4点も取ってんの、やばすぎ。え、すげえ、絶好調じゃん。やばやばい、ソフトバンクロッテ負けてるよ、4回の表0-2なんだけど。ギヤーギヤー、みんなやば、じゃあみんなも今日はゆりなちゃんのリアルお話し会に来て一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。ランキング読めます。13位タカさん、12位ゼロさん、11位ユーマンさん、10位ハルタロさん。今日は最初から最後までスリッパで行こう。だって嫌だよマジ、今日は絶対靴壊さないからね。昨日マジでスリッパで帰って超恥ずかったんだけど、あんなさ、あの時間めっちゃ人多かったんよ。何、スリッパで帰ったっていうね、マジ。しかも本当になんかスリッパってわからないようなスリッパじゃなくてガチのスリッパだったから、ほんと恥ずかしかった。靴ぶっ壊れたから、もう本当にやばい。9位カズさん、あ、カズユキさん、そして8位がツッチさん。昨日は ありがとう、今日は靴壊れませんように。いやマジそれな、今日も靴壊れたらもうゆりな、ほんまに呪われてるわ。7位サーマスさん、昨日はありがとう、今日も楽しんでね、だって楽しめます。6位サザさん、5位ジェリーさん、4位アキッコさん、3位シンノさん、2位ヤングさん、仕事中へのお話し会頑張れ、だってありがとう。そして今日の1位岡山さんでした、ありがとうございます。昨日本当に靴がぶっ壊れてですね、なんか私初めて見たぶっ壊れ方すぎて、あの本当にあのマジで本当にちょっとあのマジで本当にやばかったんで、マジで本当にあのもう自分でも初めて見るぶっ壊れ方すぎて心配だったんですけども、今日は絶対に靴は壊れないぞっていう感じで頑張りたいと思います。本当恥ずかしかったです。じゃあこの後皆さん、あのリアルお話し会ね、来てくださった方、あ、来てくださった方じゃない、来てくださる方は一緒にね楽しみましょう、というわけでお待ちしております。あとね、あの今度の次のシングルのね、あのリアルホじゃなくて握手会とオンラインお話し会もね、あの予約ね始まってますので、随時基本的ずっと的にだからね、ぜひね、あのたくさん完売目指して頑張りますので、皆さんもよろしくお願いします。それじゃあみんな、また明日、バイバイ、まあショールームはまた明日、バイバイ。